だけは合うんですよ。他は全部合わないの。違う違う、合う。じゃあ合う。カラオケは結局自分が歌ってる間ね。そういうことじゃない。違うの、違うの。うちらが好きな曲が結局個人戦だもん、あれ団体戦に見えてね。自分の世界に没頭できるから、あれ誰と言っても一緒だもんね。で説明うまいから余計なこと言わないでください。違うんです、お互い好きな曲とかも結構あって、それ盛り上がってる。そこすごい重要なんだ。何がですか？なんか一緒に好きなもんがないと。いや別に なくていいの。私は全然いいと思うけど、ね、そうなくていいんですけど、お互いの好きなものだ。サラダが好きだからちょっと誘ってみて一緒にサラダ食べに行く。大川さんがあの好きなものを、まあね、朝日さんどうか分かんないけど一緒誘ってみて、これでまあ好きになるかもっていうのを、それぞれのねこう趣味をさ、ね、こう結構ね表情出るから、ね、うん、おすすめし合ってこうね、お互いこう広めていくっていう、まあね、共有し合っていく。だって恵比寿までサラダ屋さん行くよ。ほら本当、うん、知らなかった。それはそうなの。え、それ行ったことないから教えてね。そうなんです。あ、いや知らなかった。それはそうなんだ。すいません、始まった。はい。はい、え、もう終わりですか。終わりですよ。え、そう、何で仲良くなりたいですか。何で仲直り何する。まあ、やいやもう早く決めないと相撲になっちゃうよ。、ね、なんで今更ふんどしさせられるよ。なんで今からってことですか。今からしね、もう終わるから。まあでも仲良くなるのは相撲しかないかな。ないんかい。相撲しかないから、やっぱり相撲で1時間持つかな。いろいろなんかやんないとね。まあそう、まあ、まあお互い対決するものもあれば、うん、力を合わせて系かな。あ、そうですね、一緒に力を合わせてしんないね、はい、うん、そうですね、そうしていけば確かに仲良くするかもしれない、はい、うん、ですね、このままだとちょっとそうですね。そうね、まだそうですね。まあ一旦解決というか、はいはい、まあお互い思ったことをぶつけ合ったということで、ね、すいません、はい、それでは皆さん必殺バカリズム情報、また来週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。すいませんでした。申し訳ないです。1時間もすいませんでした。すいませんでした。すいません。